伊予吉田藩の、第八代藩主。うわじ藩第八代藩主。伊予宗成の実弟である。文政四年三月十七日、三千国の旗本で、うわじまだ家の血を引く山口直勝の三男として、江戸で生まれる。天保十年五月二十一日に第七代藩主。伊予宗ねの養子となり、天保十四年六月二十四日に宗元の、 隠居により、家督を継いだ。12月16日に、地獄した、泉守に、ジョイ、任官し、高下2年4月4日に、若狭守に専任する。しかし、旗本屋出身で江戸育ちのため、財政難で苦しむ吉田藩の内情を無視し、江戸に財布しては帰国せずに反省を怠り、派手な生活を行って6000両の借金を新たに、築くありさまだった。 このように名君と言われた兄、胸なりと、正反対の行動を取った理由は、兄と仲が悪かったためとも言われ、幕末期は、砂漠派として行動し、慶応四年の母親戦争でも幕府方として行動したため、新政府から罪を問われかけたが、兄の仲裁により7月23日に、長兄、山口直信の子で、子養子の胸吉に譲ることを条件にして許された。 明治4年の廃藩治験後は東京に移り、後に明治天皇の自従となった。明治32年5月20日に東京で死去。去年79。ありがとうございます。